パリア犬は、とても原始的な姿で生き続けている、インド原産の犬種である。別名パリア、パイとも呼ぶ。パリアとは、ヒンディ語で、宿なきものを意味する言葉で、カースとの再会であることも表している。ここでは、この、インドのパリア犬と、先祖が襟によってできた、パリアタイプの犬を解説する。インドのパリア犬は、もともと古代は人に飼われていたものが、 野生化して生き残り、種として固定された犬種である。他の地域のバリア犬は、ほとんどが別の犬種となったり淘汰されたりして、姿を消していったが、インドのバリア犬はずっとインドの人々によって、大切にされ、犬種として生存してきた。それを証明する一つの例は、ヒンドゥー教徒の行うバリア犬を祝福する祭りである。自分よりもカーストが、貝の生き物に、 救いの手を差し伸べることを目的に行われ、パリア県たちを集めて、体を洗い、寄付された、ご馳走を与えられる。この祭りがあったからこそ、戦時下でも生き残って来られたと考えられている。現在でもパリア県はインドでは、ありふれた存在であり、特に駅の近くなどの人が集まる場所に出没する。そこでは、実際に触ったり餌を与えることができ。 観光スポットにもなっている場所もある。また、ストリートチルドレンからも人寄せパンダとして重要な存在として重宝されている。その理由は、パリア県を見に集まってきた観光客に物を売ることができるからである。多くは、ハンノラの生活を送っているが、中には観光客にインドを訪問した記念として連れて帰られる子犬もおり、 ペットとして飼育されているものも少数ながら存在する。無駄のないスリムな体型をしている。基本的には、滑らかなスムースコートで、足は長い。マズルや顔つきは、原始的で、日本犬のようなスピッツタイプに似た頭部を持つ。毛色、耳形、尾形は様々であるが、耳の形で最も多いのは、れ耳、尾の形で最も多いのは一重の飾り毛の少ない。 マキオであると調査によって判明している。平均的な大きさは中型犬と大型犬の中間である。性格は本来用心深いのだが、人に慣れている犬が多く、中には全く見知らぬ人の前でゴロリと寝転がりお腹を見せる犬もいる。丈夫で遺伝的な疾患はほとんどなく、寿命も長い。パリアタイプの犬というのは、 蒸気のようなインドのパリア犬のような特徴を備えた犬のことを指す。世界の多くのパリア犬は改良などによって別の犬種へ転身したが、それが捨てられたり逃げ出したりして先祖が襟をすることによって元の姿に戻ることがある。これにより誕生した犬のことをパリアタイプの犬という。野生化によってパリアタイプの犬になった野良ヌは世界中に存在する。 日本列島では、縄文時代に両剣と考えられている体高45センチメートルから40センチメートルの縄文剣が存在しているが、弥生時代には縄文剣とは別に、ユーラシア大陸から渡来したと考えられている弥生剣が出現する。弥生剣は、被体談が縄文剣とは異なるパリア剣と近縁の剣種の影響で、多くのパリアタイプの犬が存在している。 パリアタイプの犬も病気に強く、適応力に富む強い生命力を持っている。この性質は、パリアタイプの犬をペットにしても失われることがなく、かなりの長命で飼育下での平均寿命は12から16年くらいである。前にも述べたように適応力が強いため、野良の政権でも、少しのしつけさえすれば一般家庭での飼育が可能である。南アフリカにいる。 パリアタイプの犬種はアフリカニスという別の犬種である。インドのパリア犬とは異なる性質や遺伝子を持っている。ありがとうございます。